行政不服審査法、行政不服審査法、行政不服審査法、平成26年6月13日法律第68号は、事後における救済制度としての行政不服申し立てについての一般法として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行進法と略される。行政不服申し立てとは、 何人であれ、行政機関に対し紛争の解決を求める法的な総称手続きである。つまり、行政庁の公権力の行使、処分に対し、不服に思った者が、行政機関に対して、不服を立てることを指す。不服申し立てを行う者としては、まずは、詩人があるが、とは限らない。国の機関や地方公共団体の機関が、他の行政機関に対して、 不服申し立てを行うことも、その処分が、処分が、その固有の資格において、当該処分の相手方となるものでなければ可能である。例、警察署長による、道路使用の不許可処分に対して、不許可となった市町村長から、審査請求をする場合等。この場合は申請者が市町村長であるとはいえ、一般人と同じ立場であるからである。 これに対し法令で補助金を市町村へ交付すると、知っている場合は補助金の交付を受けることは、市町村の有固有の資格において行われるため、補助金の交付処分について、行政不服審査法による、不服申し立てはできない。不服申し立て者は裁判所ではなく、行政機関を相手として、事後的救済を給る総称を提起することになる。なお、 行政機関によるものでなく司法上の救済、行政訴訟については、行政事件訴訟法がその一般法として制定されている。行政不服審査法、行政事件訴訟法は、いずれも事後の救済制度であるが、事前の救済制度として、行政手続法がある。行政不服審査法の前身は、1890年に制定された、祖願法、 明治23年法律第105号である。祖願法は、租税及び手数料の負荷にぜする事件、租税対応処分にぜする事件、営業免許の拒否または取り消しにせする事件等、歴史主義の原則により、不服申し立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。また、 日本国憲法第76条2項公団は行政機関が就審を行うことを禁止しているが反対解釈すれば前審を禁じてはおらず2項も行政機関が裁判所の前審として審判を行うことを認めているこのことから行政不服審査法は不服申し立てのできる場合を限定するのではなくできない場合を例外規定として設けその他の処分 不作為についてすべて不服申し立てができるとする一般外活主の原則により構成されている。その他、訴願法と行政不服審査法を比較すると当事者の手続き的な権利の充実という面で大きな進展が見られる。1962年昭和37年制定の行政不服審査法以下旧法という制定以来 長らく実質的な改正はなかったが、2014年、平成26年に、現行法を抜本的に改正した、行政府副審査法、平成26年月13日法律第68号が交付され、2016年、平成28年4月1日に施行された、平成27年11月26日政令第3 9 5号。これ以前、 第169回国会2008年において、不服申し立て手続きの審査請求への原則的一本化、再審査請求の廃止、審理委員による審査請求の手続き、行政不服審査会等による諮問手続きの設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする全部改正法案が内閣より提出されたが、二度の継続審査とされた後、 第171回国会2009年において衆議院が解散7月21日されたため審議料により廃案となったその後再審査請求は維持するが原則審査請求及び再審査請求を経なければ出訴できないという二重前置をやめ再審査請求手続きを経なくても取り消し訴訟を 提起することができる等の変更が加わったものが2014年に成立した改正法である。主な改正点、旧法と比較して変更された点は、主なものとして、次の通り。1、審査請求への原則一元化。旧法での基本的な不服申し立て類型は、審査請求、異議申し立ての2種類であった。審査請求を減るか、異議申し立てを減るかは原則。 該当する処分に関して処分庁に対する上級行政庁があるかないかに抑別されていたものの、異議申し立ては審査請求と比較して簡略な手続きであり、かつ処分庁自らが決定庁となり、決定を下すような状況となることが大半となり、自ら下した処分を自ら過ちであると認めた、上で処分庁が処分を取り消すかまたは変更するようなことが異議申し立て者にとっては、 容易に期待できない面があった。このため、異議申し立てについては、適正手続きの保証の観点から問題が残った。さらに、上級行政庁が偶然存在するか否かにより、手続き保証に異が生じることや、本来異議申し立てとなるべきものを、不服申し立て者が単純に勘違いして、審査請求としてしまったり、逆に審査請求となるべきものを誤って、 意議申し立てとしてしまったりしたために、その補正の結果、申し立て可能な期間を経過してしまい、結局不服申し立てができなくなるのを招きやすい、等という問題残った。これらの問題を克服し、適正手続きの保障、促進の観点から審査請求への一本化が図られた。二、再調査の請求、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる場合において、 処分庁が簡易な手続きで迅速に見直しを図る手法として再調査の請求の制度が導入された。ただし、この再調査の請求は個別法等法律が特に定める場合に限ってできることとされ、かつ原則再調査の請求がされた場合は再調査請求について採決があるまでは審査、請求はできない。なお、旧法において審査請求ができる場合に、 異議申し立てができるときは、異議申し立てを経ないで、審査請求をすることが原則できなかったが、改正によりこの制限は廃止され、再調査の請求ができる場合であっても直接、審査請求ができるとなった。3. 森林制度。適正手続き、公正性の担保の観点から、審査請求の審理手続きを主催するものとして、森林制度が置かれた。旧法では、 審査請求に対する審理を原処分に関与した職員が主催することもあり得たが、改正法では原処分に関与した者等が審理の主催者となることが禁じられ、審理委員等から審査請求人、処分長等という三角関係による審理構造が確保されることとなった。4. 行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度、適正手続き、 公正性の担保の観点から、第三者機関として、国においては、行政府副審査会等が総務省に設置されることとなり、地方公共団体においても相当する機関を設けることとされた。その上で審理委員による審理の後、原則として、これら機関への諮問が義務付けられることとなった。5、審査請求期間の延長。旧法では原則、 不服申し立ては処分のあったことを知った日の翌日から、起算して60日以内にしなければならないとされて、いたが改正法により3ヶ月に延長された。6. 標準審査期間制度。審査庁となるべき処分庁は、審査請求が事務所に到達してから採決までの間に通常用すべき標準的な期間、標準審査期間を定める、胸の努力義務規定が、 新たに設けられた。さらに、その期間を定めときは、当該審査庁となるべき、行政庁及び関係処分庁、公述参照の事務所において、備え付けその他の適当な方法により公にして、置かなければならないとされた。行政不服審査は、行政事件訴訟とともに、法廷の総称手続きである、行政権の行使の違法性をめぐる紛争を解決して、 国民の権利利益の救済を目的とする手続きで、ある点で、行政不服審査と行政訴訟は共通している。他方、相違点として、不服審査では、行政機関自身が、訴訟の裁断を行うのに対し、行政事件訴訟では裁判所が、中立的で公平な第三者として、紛争の裁断を行う。不服審査では、手続きが、 簡易迅速であるとともに、処分の妥当性をも争えるのに対し、行政事件訴訟では、手続きの耐震性を保障し、当事者に口頭弁論を通して、立証、反論の機会を保障する慎重な手続き踏む。ただし、情報公開法は、開示請求決定に対する不服申し立ては、情報公開、個人情報保護審査会に諮問しなければならないとし、 審査の透明性を高めて公平性を確保する。行政不服審査は行政庁による公権力の行使に対する事後の救済手続きに関する制度であるのに対して行政手続法による手続きは事前の救済手続きに関する制度である。一方で改正法により導入された審議員の制度は行政手続法における 聴聞の主催者の制度を参考にして設けられた制度であり、該当する処分や不作為等一連の行為に関与したもの以外による審理徹底させ、審査の透明性、公平性がより高められた点において行政手続き法と類似している。また、同様に新たに導入された標準審査機関も行政手続き法における標準処理機関と類似している。 行政不服審査法の目的は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く、行政庁に対する不服申し立てをすることができるため、制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することにある。不服申し立ての対象としては、 行政庁による処分、その他公権力の行使にあたる行為も含むのほか、行政庁が法令に基づく申請に対して、期間内に応答しない不作為もあたる。しかし、処分の具体的な内容は法によって規定されているわけではなく、解釈によって定まる。一般に、処分の概念は行政行為とほぼ一致すると言われている。この処分概念をめぐっては、従来から、 行政事件訴訟法における処分正論でも同様の論争が続いている。不服申し立ての対象となる。行政不服審査法は申し立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない。このような規定の仕方を一般外括主義または外括主義という。これに対して申し立てのできる処分等を条文で列記したものに限定する方法を列記主義という。 旧法が制定される以前において、行政不服申し立ての一般法であった素願法は、この劣史主義を採用していい。外活主義の例外として、不服申し立てができない事項は、7条1項各号に挙げられているもののほか、独占禁止法第70条の12など、他の法令により規定されたものがある。行政不服審査法第1条、第2項により、他の法律に、 特別の定めがある場合はその法律によることになるが、それ以外については行政不服審査法が適用される。例えば土地収容法第129条から第132条に特別な規定を置いているが、それに規定のない事項を、例えば審査員の規定は適用される。行政庁の処分に対する不服申し立ては審査請求によって行われる。行政庁に不服がある場合か、 行政庁に不作為がある場合かは問わない。第2条、第3条。なお、審査請求とは別に、再審査請求があるが、これは法律に、定めがある場合に限りできるものであり、かつ審査請求の採決を経た後に限られる。処分をした、行政庁のことを処分庁と言い、不作為が問題とされる、行政庁を不作為庁という、4条1号。また、 法律の定めがあれば、再調査の請求もできるが、これは、処分に不服がありかつ審査請求を処分庁以外の行政庁にできる場合に限られ、請求先は処分庁となる。さらに、すでに審査請求をしたときは、この限りではない、5条。以上のこととは別に、適用除外として、不服申し立てのできない処分が定められている、第7条。ただし、 これら対象となる処分についても、別途特別に法令にて、当該処分または、不作為の性質に応じた、副申し立ての制度を設けられることを妨げないとされ、第八条、例えば、出入国管理難民認定法では、上陸拒否処分に対し法務大臣に対し、異議の申し出ができると規定している、第十一条、審査請求は、不服申し立ての基本類型である、 再審査請求の手続きについては以下に規定があるが、審査請求の規定が概ね順用されている。新たに設けられた再調査の請求に関する手続きは以下に規定がある。各制度特有の手続きについては、その都度説明を加える。なお、これらの手続きによっても紛争が解決しない場合には、行政事件訴訟法に基づいて、訴訟を提起し、司法審査。 裁裁判判所によるるるを受けることができる国民が行政機関を相手として救済を求めるために不服申し立て手続きを発意、総称を提起しても、これを行政機関が受理しなければ、救済手続きは実質的に開始されない。よって、不服申し立てを不受理として、門前払いすることは許されず、たとえ不適法な申し立てであっても処分庁、または審査庁はこれを受理し、 不服申し立ての手続きを行わなければならない。このような処分庁、または審査庁の不服申し立ての受理、手続き開始義務の根拠は、次の点にある。却下は、審査請求要件を満たさず、不適法であった場合に行われる。つまり、要件審理の段階で財団されるので、審査請求内容については審理されない。 これに対して、帰却は、審査請求を審理した者の申し立てを認めるべき、理由がない場合に行われる。ただし、審査請求で審査請求人の主張が正しいと判断されつつも、審査請求が帰却される場合がある。これを事情採決という。審査請求に理由があると認められる場合を任用という。 その対象が処分についてのものか、事実行為についてのものか、不作為についてのものかに応じて規定が設けられている。処分についての審査請求が任用された場合、審査庁は採決によって処分の全部、または一部を取り消し、さらには審査請求人のために処分の内容を変更する。事実行為に対する審査請求の場合、その全部、 または一部を撤廃すべきことを命じ、採決によってそのことを宣言する、第四十七条。不作為に対する審査請求が任用された場合、審査庁は、不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命じ、そのことを宣言する。一定の処分をすべきものと命ずるとは言うものの、その内容については、争いがある。一つは、不作為庁に、 事務処理促進を命じるにどまるとする説であり、もう一つはそれだけでなく、特定の処分をすべき旨を命じることもできるとする説である。行政不服審査法では、規定がないが、個別法で再審査請求に対しさらに再々、審査請求を認める場合がある。例として、地方自治法、第252条の17の4第5項の規定がある。 これは例えば法定受託事務に対する権限を保健所設置の市の市長が補助機関である保健所長に委任した場合は市長への審査請求、再審査請求を都道府県知事となり、さらに主務大臣、厚生労働大臣に再々審査請求ができる。もし委任せず市長が処分した場合は審査請求が都道府県知事、再審査請求が主務大臣となるので、 最終的な不服審査期間を同じとするものである。行政不服審査法において特徴的な制度が教示である。これは行政庁が処分をする際に不服申し立てができる場合にはその処分を受ける相手方に対して不服申し立てをする手続きを教えなければならないという制度である。この制度が設けられた趣旨は 国民の権利利益の救済を実質的に保障することであり、それは行政不服審査法の目的でもある。確かに、不服申し立ての制度は行政不服審査法を通読すれば少なくも申し立てが可能であるということは誰でもわかることである。しかしそうした行為を国民に要求するのではなく、行政の側から積極的に 行政不服審査法の制度活用を国民に呼びかけるのがこの強制度であり、行政不服審査法の目的をよく表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。